はい、今回は上野駅の中にありますセルフ駅そばのお店に行ってきました。90秒で駅そば。常磐線で千葉方面へ向かうときいつも気になっていたこの看板。メニューはこちら、たぬきつねそば、紅生姜天そば、ちくわの磯辺天そば、柚子胡椒香る豚肉そば、中華そば、富田さんの濃厚豚骨魚介ラーメンもあります。何が90秒なのかっていうと、これがマシーン、あったかいおそばの自動販売機ですね。あ、お金現金ダメなんだね。マネー決済など交通系が使えます。じゃあちょっとやってみましょう。画面をタップしてスタート。そば、もういろんなおそばが、魚介そば、たぬききつねそば、紅生姜天で、これが豚肉そば、一番売り人気だなと言われているので、たぬききつねそばで行ってみたいと思います。注文、電子マネー QR は使います。運んでくれてます。なんか音がした。おしゃーって音がしたんですね。電気が、ね、解凍調理中です。冷凍食品だ。なんかギューっていう音がしてますね。あの江ノ島のタコせんべい作る時みたいなギューっていう音がしました。お箸とレンゲはこちらよりお取りくださいで、あ、この下のね、レンゲも一応もらってみましょう。ちょっとじゃあ開けてみましょう。これでいいのかな。うおはい、というわけでこちらがたぬきつねそば600円、きつねの揚げとたぬきの揚げ玉が入ったもの。それではいただきます。これがね、自販機だからっつってもバカにできない、なかなかのうまさだった。そして今回私気づいた、立ち食いそばって結構ねささっと食える。まず一口目数えていきましょう。私何口でこのそばを食べ終えるか。あ、ちなみにそば、の腰はまああるんじゃない、よくわかんないや。まあそういうのも踏まえてささっと食えるのが立ち食いそば。ご覧の通りスープ熱々でございます。冬の寒い日とかについつい食べちゃう一杯かもしれませんね。ネギも揚げ玉もよく絡んでくる。いいね、日本に生まれてよかったよ私は。二口目です。ゾゾ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 ゾ。これついでにそばだけじゃなくて、なんかカツ丼とかかき揚げ丼もカレーもなんかつけてほしいな。いやよいしょ。柔らかいのですぐ飲み込める。でも熱いです、気をつけて。というわけできつねのお揚げを食べてみましょう。なんかペローンとしててなんか安っぽいなって思ったけど、所詮は僕らエニモなんです。実は衝撃のうまさでございました。このお蕎麦だからこその絶妙な味付け、それは私のお稲荷さんだ。甘い、ちゃんと甘みがある。あの稲荷寿司のお稲荷さんの皮と同じ。というわけでいやーよいしょ、タイガーアパカこりゃ貯めてのタイガーアパカ、これうめえよ。ダブルタイガーアパカ。
今二口そばを食べてからのきつねのお揚げ、ささっと食うのが駅そばの醍醐味。三口目いきましょう。まだ結構な量がありますね。なんか噛むことを忘れて噛まずに飲むみたいな感じになってますけど、うどんは噛まずに飲めって言うけどね、そばはやっぱ噛んだ方が美味しいですね。そばの味がします。4口目、何せよ咀嚼は大事ですけれども。そして5口目、これが5口目でもここでほぼもう麺はないです。あと揚げ玉を最後まで食べ尽くしたいタイプなんで頑張って集めますけれども、これせっかくだからセットも欲しいなカツ丼とかかき揚げ丼とかカレーとかミニサイズでいいから。ちなみに僕カツ丼大好きなんですけど、カツ丼とお蕎麦のセットを考えてくださった方に僕は会いたい、そしてお礼が言いたい。カツ丼とお蕎麦のセットこそ最高のセットだと私は思ってます。やっぱりこの揚げ玉をどうしても食べ尽くさないと気が済まないのだ。おネギもですけど、まあ90秒でお蕎麦が出てくるっていうのが早いでしょ。いや早いよ。ラーメンのスープ飲み尽くしたら病院の先生に怒られるんですけど、あ今まだちょっと残ってるんですけどね。そばのつゆは全部飲み干してもいいんじゃないですか。ダメですか。飲んで行っちゃいましょう。綺麗に完食。ちなみにお出汁簡易しちゃいましたけど、なぜかそんなに苦しくないという。お腹いっぱいで苦しくなるのかななんて思ったけど、駅そばの中でもすごくクオリティの高いそばだと思います。美味しいです。皆さんもぜひ召し上がってみてください。それではまたお会いしましょう。はい、では皆さんも上野駅でセルフ駅そば楽しんでみてはいかがでしょうか。